さあバイトの時間です。現在私伝説になりましてね、前回は失礼しました。まだ達人だったのに自分のことを伝説だと思い込んでいる一般アルバイターだったんですけど、まああまりのちょっと恥ずかしさっぷりにちょっとかなり急いで伝説まで上げてきました。伝説になる瞬間もまた動画のネタにはなりそうなもんですがね。でさらに今回成功すれば私伝説プラス1に昇格できます。よろしくお願いします。まあ伝説までやって思うことは、達人でもしんどい時はしんどいので、まあ気楽にやろうや、気楽にやろうや。よろしくっす。壁塗りまーす。この弓射程めっちゃ短いです。ビビるぜ。はい、こんなもんです。今回はかなり使い勝手が微妙な装備が揃ってましてね。鍋豚くんか、いきなり。これ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 、おお、早い早い処理。あんまり遠くには行かない方がいいですね。始末して、お掃除、小邪気に対してはめちゃくちゃ強いかもこの装備。よし、まあ納品のノルマも考えないといけないので、ほどよく急いでいったよね。おお、よし、 OK。 おい、で弓は燃費いいのでね、投げちゃっていいでしょ。おっと、こっち見ろ、こっち見ねえか。一応撃ち落としておくよ。おい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 、助けてあげたい、助けてあげたかった。諦める。一応来たけど、よいしょ。諦めるのか諦めないのか、一体どっちなんだ。うい、 OK。鍋豚くんが来てるんだけど、ちなみにこれね、今私は撃ってますけど、これあんまり撃たない方がいいと思う、主観ですけど。というのも、確かに納品とか便利なんですけど、塗り状況がその分きつくなっていくので、ね、よいしょ。残り11秒だから逃げましょう。今回の装備は全体的にこう特徴的な武器が非常に多くて、よいしょっと。普通こういう動きするだろうっていうのがあるんだけど、なかなかうまくいかないんでね、身の程はわきまえるぜ。さあ重たい武器来ちゃったな、責任重いなこれ。つうか光灰やめてくれよ。うわ、びっくりした。びっくりするわ。結構気持ち悪いな。動画では初でしたっけ、この泥ジャケってやつは。あっち、ちょっと待って、納品してから行くわ。つうかドスコイ出してくんのはやべえよな。私の仕事です。なんだかんだハイドラの火力は見ての通りすごい殲滅力でしょ。よし、遠いな。ナイス。ナイス。おい、外したか。殲滅します。まあノルマ的には間に合うんじゃないでしょうか。おい、つうかどえらいことになってる。怖い、来ないでね。これだけのドスコイでもハイドラなら処理間に合うんですわ。なんでこの武器は選ばれたら頑張れ。責任クソ重いからな、マジ。そういう武器がな。あ、ちなみに横綱戦でもね、責任重いんですよ。とにかく責任が重いんだな、こいつ。よいしょ、やっときます。さあウェーブ2まで来た。ウェーブ3クリアできたら昇格、クリアできなくても降格はありません。最終ウェーブ、リールガン、まあまあ得意です。この武器は濡れるし、ワンカートリッジで3回弾出る装備なんですけど、バランスがよく比較的性能は悪くない。ただ弱点があるとすれば、どうしてもワンカートリッジで弾出していく性能をしているので、
よいしょっと。おい。あそこはなかなか食わせるの難しいね。あいつどこ行った今。つうか、あれは止めに行かなきゃやばいわ。ほれ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 。よし。というか、今回かなり、味方の方がね、バイトの達人感すごいので、背後を任せられるというか、まあ、背後あんま取られたらいけないんですけど。よっ。嫌なタイミング来ちゃったな。小邪気はね、苦手なんですわ。このリールガンは。そう、ワンカートリッジですからね。細かいのがいっぱいやってくるっていう流れに対しては、無力なんですね。こっち来い。まずは鉄板を始末する。その後モグラちゃんを始末して、よいしょっと。えらいことになってんだこれ。すごいよね。壮観だぜ。よし、ほいっと、あっさりクリアですね。素晴らしい。ナイスナイス。余裕しゃくしゃくの職場でした。はい。いや、こうも綺麗に決まると嬉しいよね。あれ私、伝説1、昇格となります。ありがとうございます。もはや海を愛しすぎて、海そのものになってしまった。あれあれ、あいつはバイトの妖精か何かだったのか。まあ、ええわ。やったねー。デス数も少ないし、あ、私やられてない。やったぜ。なんかノーデスでバイトを得ると、熟練者って感じがしていいよね。では、もう一回行きましょうか。あれ？伝説プラス1ってあれ？ないの？あれあるって風の噂で、またお前勘違いしてんの。ないです、みたいな感じになるのか。まあええわ。まあええわ。じゃったら、あの動画のサムネにはカンストのバイトって書けるかな。はい。じゃあこれに成功すればわかるだろう。いきなりハイドラか。フラグな気がするな。塗りまーす。壁塗りまーす。さあ、どこから来るかな。おお、いきなりそこかよ。はい、もう始末。柱も立てさせねえよ。まあちょっと急ぎすぎてもあれなんじゃないと思うけど、やりたがってるからやりますわ。引きつけてもいいんですがね、まあ、必ずしも全て引きつけることが正しいとも限りません。味方のオーダーにも従っていきたい感じですよね。おい、ここあったらもう処理だろう。よし、届いた。よし、柱立っちゃったよ。声楽の柱ぶん殴られた。シゲアーみたいな。あ、つまんないこと言ってすいませんね。はい、間に合った。とりあえず片方壊しとけば。なんか変なのいる。これ以上雨降らしてほしくなかったんだけど。うわ、当たった。すまねえ、早めにヘルプを。ハイドラの責任は重いっつったろ。うわー、やばい、やばいっす、やばいっす、やばいっす。これマジでやばいっす。スペシャル吐いた方がいいっす。やばいやばいやばい。よし、危ねえ。よしよしよし。ちょっとソナー切っちゃいましたけどね。まあ、危なかった。さっきの弓は懸命に頑張ってくれたんですけど、ああいうとこあるから、今回の武器。はい。まあ、これで失敗してもマイナス10ですんな。夜かー。なんか、完結戦だったら、ヌルゲーなんだけど。はい、地獄始まりまーす。もう、スペシャルの切りどころですかね、これは。
今のうちに納品できるうちにしとけよ、マジで。やばいやばい。ソナーでも処理しきれてねえ。マジかよ。こんなに惜しまず スペ切ってんだけどな。届かねえ、この弓。納品もしなきゃいけませんからね。倒すだけじゃダメなんだ。おお、ぶねえ、おお、ぶねえ。マージ納品やばいっす、やばいっす、これマジ。うえ、よし、いった。あー、怖よし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 、小邪気がやばすぎる、本当によし、乗り越えた。これでもう減らない。ふぅ、ちょっと全力で切りすぎだけどな。まあ失敗するよりはマシなんでね。よし、多分切ってなかったら本当に終わってたかもしんないから、他の人はスペシャル残ってるかな、見ておきたいんだけど。頭になんかついてたらまだ残ってます。残ってますね、1個。ナックルさんがまず少なくとも1つは残っている。よし、怖い怖い、ミサイル意外と威力あるから。これ爆弾早動け。よし、ゴムコロ急いで。塗り状況はすごくいいですからね、今。肩パッド多すぎやろ。ほい、片方だけでいいわ、とりあえず。やっぱやばいことになってたわ。うう、そう、この辺の肩パッドのミサイル以上にこの辺やばかったらもう終わっちまうからね。よし、インクカツカツですし、また力も来てるわ。片方壊すか、それは許可できない。右、よし、タワー来てます、潰しに行きます。ノルマ大変だべ。早い、助かる、任せてよかったかも。おっと、しまします、こっち打て。よし、反射成功、小邪気始末。いくらを納品して、もうノルマもいけそうですね。よし、 OK、 クリア確定ですね。素晴らしい、ナイス。よし、 OK、ナイスー。いやー、和気あいあいだぜ。というわけで、これが伝説のアルバイト環境でございましたということで、これからはこの環境がデフォになります知り合いにバイト楽しいよって勧めてるんですけど、まあ、もしその方がこの動画見てらっしゃったらの話なんですけど、始めたてはもうちょいノルマ緩めの 2,3 動画ぐらい前の環境なんで、まあ、やばそうと言わずに、ぜひ、気軽に参加していただければと。レッツアルバイト。120ってことは、ゲージ的にはカンストしているけど、まだまだ上はある感じですね、これ。でも、こっから先はリセットされちゃうよな。次、横綱確定ですね。次回、横綱討伐編に続きます。ありがとうございました。